今日は料理にも使える日当たりに安定した植物、ローズマリーの紹介だよ。姉ちゃんよくお菓子作るけど、買ってきた方が早いのになんで作ってんの？カベチョロは自分で仕事してるからかしら。効率を考えすぎちゃうのよね。不憫だわ。え、不憫？なんで？効率ってすごく大事だよ。じゃあなんでカベチョロは脱ぐと分かってる服を着るのよ。効率悪いじゃない。え、効率ばかり考えてたら同じ場所に降りると分かってる観覧車にも乗れないのよ。そんな人生つまんないじゃないね。お菓子は食べる人のことを考えて美味しくなるように作るから、ちゃんとその時間も幸せなのよ。あれ、予想外にいいこと言うね。体験に無駄はないってこと？ポジティブだね。カベチョロ、お庭だってそうよ。うまくいくかどうかよりもうまくいくことを考えながらお花植えたりベンチ作ったりする時間に大きな意味があるのよ。へえ。でも僕の場合は仕事だからうまくいかなかったら良くないけどね。あんた本当にネガティブね。もっと上向いていきなさいよ。あ、姉ちゃんポジティブとかネガティブで思い出したけど、上向いて育つローズマリーと下を向いて育つローズマリーがあること知ってる？ローズマリーって料理に使ったりするハーブよね。下向いて育つってどういう意味よ。詳しく教えなさいよ。うん、普通のローズマリーはこんな感じ。うん、見たことあるわ。丈夫なのよね。そうだよ。葉の作りからして風や日光にも強そうだよね。少し乾き気味が好きで、実際南向きでも植えられるよ。香りが良くて肉料理とか魚料理にも使えるし、化粧水とか入浴剤に用いられることもあるよ。よく出回っているのは立性、立ち性で60センチとか70センチぐらいを目安にするといいんじゃないかな。大きくしすぎない方がおすすめなんだ。これが上向きよね。下向きっていうのはどういう感じなの？うん、こんな感じ。あら、本当に下向きね。垂れ下がってるわね。うん、匍匐性とか排性とか言って、これも風や日光に強くて乾き気味が好きだよ。やっぱり南向きにも植えられるね。香りももちろんいいよ。あんた、形が違うだけで性質が同じならまとめてから説明しなさいよ。効率悪いじゃない。うん、効率ね。あとこの他にも立性と匍匐性の中間的なものもあるから、どこに植えてどんな形にしたいか考えてから選ばないともったいないよ。こんな立ち上がった花壇みたいな植栽なら垂れる雰囲気は絶対素敵と思うし、もこもことこういう使い方なら立性がいいね。へえ、育つ形に種類があるのね。これは宿根草なの？いや、これ売ってる時は小さくて草にも見えると思うんだけど、これは実は低木なんだ。僕が一番伝えたいのはローズマリーの育て方で、この根元の方は時間が経ってどんどんこうやって木化して硬い木みたいになるでしょう。こうなってくると大きくなりすぎたとか根元に緑がないって言って一気に切り戻したくなっちゃうんだけど、こういう硬い樹皮の幹だけにしてしまうと新しい芽を吹き出せなくて、そのまま枯れてしまうことが多いんだ。だから葉がしっかりある状態で高さを抑えられるようにこまめに切り戻してあげることが大切なんだ。じゃあ何年も放っておかなければいいのね。そうだね。半年に1回とかは先端の方を切って葉っぱを使ってあげると形を保ちやすいね。3年放っておいて伸びたからと一気に幹だけ残して切り戻すのはダメって覚えといてね。花は咲かないの？
咲くよ。秋から春にかけての変な時期にちらほら咲いたりするよ。ほふく性のものは夏も咲いたりするんだ。青が多いけどピンクとかアルバスって品種で白もあるよ。アルバって名前につくのは白って意味が多いから覚えといてね。わかったわ。カベチョロまとめてよ。うん。ローズマリーはシソ科の常緑低木で、植栽としては日当たりと乾燥に強くて、南向きに安定した緑を植えるのに適してるね。香りが良くてハーブとして料理や化粧水にも使えるよ。形が上に育つ立性と下がるようなほふく性と中間的なものもあって、大きく分けて3タイプあるから覚えておいてね。太く硬い幹だけにしちゃうと芽が出にくいから、こまめに少しずつ切り戻す方が枯らさずに育てやすいよ。あんた、こんだけの情報量に対して説明に時間がかかりすぎよね。まったく。見てくれてる人の気持ちになりなさいよ。うん、でも効率ばかり追わない方がいいんでしょう。そうだけど、観覧車にも効率よく乗りなさいよってことよ。だってほら、効率よく乗れば観覧車の他にゴーカートにも乗れるかもしれないんだよ。カメチョロは昔からゴーカート好きだったじゃない。ね、楽しいわよね。